混合は今回も出ませんでした。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はね、古戦場が SP バトル、スペシャルバトルということで、次の土売り古戦場までね、今回はとりあえずお休みということになってるんですけれども、今回26日実施予定の大型アップデートっていうのがあるんだけど、これ天使武器とか、天使武器って24だっけ？なんかアップデートがあったんだけど、その内容がね、いろいろとなんかこう、敵の、マルチボスの敵の行動が変わったりとか、箱が内容が変わったりとか、いろいろと興味深かったんですけれど、でちょっと今回はそちらの方全部見ていきたいなというふうに、俺ちょっと片目でちらっとパーっと見てて、なんかプロトバハムートのアイテムドロップが変わったりとか、なんかマキュラマリウス HL のトリガーが変わったりみたいな話をちょっと見たんだよね。なんでちょっと今回はそちらの方全部見ていきたいなというふうに思います。4月26日実施予定のアップデートについてということで、下記のマルチバトルによって、そう、上の方だけ見たんですよ。敵のパラメーターや特殊技の内容を調整いたします。結構昔の敵だよね、これ。フラム、マキラ、メデューサのアタックで、調整内容は防御力の引き下げ。確かになんかここら辺一回り高かったもんな。フラム HL は特殊技絶対レード障壁を参戦者ごとに発動。HP50% だったかな。で、絶対レード障壁っていうのがあって、それがデバフによって敵の防御力がどんどん下がっていく。デバフをかければかけるほどどんどん防御が下がっていくよっていう、で、デバフが全解除されるみたいな状態なんだけど、それをクリアするために全部超えなきゃ、全員6人がこうぶん殴って、それでなんかデバフを解除してから行きましょうみたいな感じになってたんだけど、フラムとかもね、18人になったんだっけ、っていう感じになって、ちょっとこういうのがあるといろいろ超えづらいだろうっていうことで、そこら辺がなくなったみたいですね。で、特殊技カオティックフレアから敵の弱体効果を全て回復を削除し、 HP25% 時の真の力の解放だけ一度だけ弱体効果を全て回復するように調整いたします。やっぱ人が増えたからさ、あれイージスマージみたいなもんだよな。人が増えたことによって、なんかどうしてもこう、そこら辺今まで6人だったから超えれたところだ、12の試練がさ、30人、ルシファー HL だから18人にしますみたいな。それでさ、なんか属性とかもいっぱい増やしました、なんか各属性に18人だから3倍ですみたいな感じで、12の試練がさ、30の試練とかになったらもうとんでもねえことになるからね。そんな感じの状況になってたわけですけれども、それがなくなるっていう話ですわな。で、次、メデューサ HL 特殊技リベンジアイ、リベンジアイ2の反射効果において、特殊技を発動させたプレイヤーのみに、これそうだろ、 HP50% だったかな。なんかね、リフレクトして、だからディスペルをかけていって、通りましたみたいなのあったけど、それがなくなった。で、特殊技ペトリファクトグランス、なんか目からビームがビビビビビビ多段攻撃バババババってやつですね。で、の防御アップ効果において特殊技を発動させたプレイヤーのみに適用されるよ。なるほど、個別バフになるんだ。なるほどね。で、下記のマルチバトルにおいてドロップするアイテムを調整いたします。フラム、マキラ、メデュー、ナタク、アポロン、オリビエ、通常の宝箱〇〇のアニマのドロップ率が引き上がります。武器ドロとかは買んないけど、アニマ増えても使う、でも使うことあるか。今だったらルシファー HL のあれ、ごめん、これそれアテナの剣だな。なんだろう、フラム、マキュラ、メデュー、ナタク、アニマ、もしかしたら使う頻度が増えるかもしれないですね。で、次、フラムグラス HL、マキュラ HL、メデューサ、MVP 報酬のヒヒーロ聖召喚二次、ヒヒーローなくなっちゃうのを削除し、マグナアニマ、覇者の証を追加。覇者の証、お前さん、まさかまだ覇者の証を当たりだと思っているんじゃないかねってやつなんだけど、俺の中で、覇者の証は、プロバハで出た頃ぐらいだったら嬉しかったけどな。でもまだ嬉しい人は嬉しいか。発見者報酬のヒーロー性紹介、プシケ栄誉の輝き削除し、〇〇のマグナアニマを追加。MVP も発見者もヒヒロ金なくなっちゃうんか。そうか。悲しいな。で、対象のマルチバトル、開口黒銀の翼、これプロバハですね。通常の宝箱のバハムートウェポン、消えちゃった、バハムートウェポンも。で、竜輪を追加します。竜輪ですね。通常の宝箱の真なる丸のアニマのドロップ率が引き上がります。
MVP 報酬の朽ち果てた武器ソウルパウダー真なるアニマ消えちゃうの流輪を追加します。発見者報酬の朽ち果てた武器真なる丸のアニマを削除し、バハムートの角は確定でドロップするように変更します。なんか初心者向けになったねこれ、なんか初心者向けでこう自発してねっていう感じなんで、なんかこう、なるほどな。まあ、なんか初心者向けになったよな。なんかぶっちゃけ上級者って言ったらあれだけど、なんかランク高い人もさ、まあ言ってもいいかなと思ってたところも、なんかこう、自発する人たちがやればいいのかな、みたいな感じに。ちょっと落ち着いたよな。まあ、僕らにとっては悪い意味かもしれないけど、まあ、角が確定で落ちるのはいいことだよね。で、お、これは、解雇黒銀の翼。これヒヒロ消えてないよな。通常の宝箱のバハムートウェポンが削除され、苦境の証が追加されます。あ、これは嬉しいんじゃないですか。特別報酬のソウルパウダー、真なる丸のアニマ、栄光の証、覇者の証を削除し、バハムートの四殿閣を追加します。また、破行の指輪、栄冠の指輪のドロップ率をそれぞれ引き上げます。どうなんですかね、これは。なんか結構、プロバハ HL とかをよくやってた人とかだったら、ソウルパウダーが結構嬉しかった部分はあったと思うんだけど、まあ、それがなくなっちゃうと結構やっぱプレミア感出るよな。だからその周回する敵とかじゃなくて、なんかこう行った時にうおー出たよっしゃーみたいな感じになるのかもしれない。まあ破行の指輪、栄冠の指輪のドロ率が上がったらそこら辺もね、なんかこう補って余りやるみたいなところあるんで、ちょっと破行の指輪と栄冠の指輪のドロ率に期待っていう感じかな。で、次、朝廷黒銀の、ごめん、降臨朝廷の翼、調整内容、特別報酬の獲得に必要な貢献度を引き下げますこれもっと早くやってほしいよな。これやったことある人だったらわかると思うけど、チョークチェイサーのウォーロックでも5割ぐらいしか出ないからね、今現在。チョークチェイサーウォーロックで、あの羽となんか真ん中と下のやつのこうボコボコ殴ってたとしても結構ね出ないことがあったんですけれども、まあかなり引き下がってくれると嬉しいですね。あれだけ参照してほしい。グランデだけ参照してほしいわ。下のなんかドラゴンはちょっと参照しないでほしいね。で、武器、英雄武器シリーズにおいて強化に必要な素材を以下のように調整します。アベンジャー、スコフニュング、灼滅の遠隔、これあれですね、イフリート系の素材ですね。といった共闘専用トレザーの必要個数を50個に引き下げます。劣化の岩石といった共闘と戦場トレジャーを削除します。古代布の必要個数を20個に引き下げます。古代布のなんか30だか40だか必要だったよね。正常の破片の必要個数は50個に、残り200とか必要だった気がする。で、以下の武器、属性変更後の武器は、イフリートのアニマといった透滅戦トレジャーの必要個数が100個に、これ200個だったんだよね、もっと。200個が100個になるんだ。あー、なるほど。結構初心者向けの調整なんだね。初心者向けの調整だけど、でもやっぱ100個なんだ。まあ、なかなか重いよな。割といい感じの登竜門になるんじゃないですか。200も重かったけどね。100もまあ重いんで、ちょうど良くなってんのかな、わかんないけど。そうですね、まあいいんじゃないでしょうか。で、次、武器の召喚石のエレメント化において費用を以下のように調整いたします。Sレアが、2000から1000。あー、なるほど。結構初心者向、全体的になんかすごい初心者向けのアップデートだね、結果的に言うと。まあこの SSR が1万が2500と4分の1になったんだね。で、2万が4000と4分の1になった、5分の1かになりましたねっていう感じなんだ。まあまあまあ、結局、そこら辺でエレメント化のさ、負担。なんかやっぱ最終上限解放とかって、最初の頃ってお金が足りなくてできないよっていうこともあったと思うんですよね。工房、武器工房、10点子を取得する時の工房作成イベントとかもそうなんだけど、なんかどうしてもそこら辺でね、なんかお金が足りなかったっていうところが、これが緩和されたエレメント化の費用っていうところとか、あと、プロトバハムートの調整の方もそうだけど、バハムートのっていうのは確定で出るようになったから、まあそこら辺でバハ武器とかが作りやすくはなってるわけじゃないですか。だからやっぱそういう意味で初心者向けアップデート、なんか上位層はやっぱ広がって、まあ今後も広げていく予定っぽいですから、なんかこう新規の協力マルチとかね。だからまあそこら辺の差別化、初心者はこっち、上級者はこっちみたいな感じの差別化をしていきたいのかなーなんていう風に思いましたけれど、まあ、やっぱこうあれだよな、なんかこう、しわ寄せみたいなのやっぱ来てるじゃないですか。なんだっけ、あれもそうだけど、フラムグラス HL の時もそうだけどさ、特殊技もそうだけど、やっぱりね、
シュバリエマグナ HL とかもそうだけど、なんかこうイージスマージがみんなボンボンボンって貼ってきたりとかさ、あれのデバフ解除も1回にしてほしいよねっていう風に思ったりとかも、やっぱこう今までになかったもん、なんか今まではちょっとこうなーなーでやってたけど、そこら辺もこうバッとしてほしいなって思うところが正直あったりしたんで、あのリババグのさ弱体耐性つくやつとかも、なんか序盤ぶっ飛ばしとかも、なんかあそこ少し分かりづらいよな。まあ、リバマグ HL とシュバマグ HL は少し分かりづらいところがあると思うんで、まあ、正直僕はもう少し分かりやすくしてほしいなって思ってたんだけど、まあ、フラムグラスとかメデューサもそうだよね。分かりづらいところあったし、あれ、バイブカハもそうじゃない？バイブカハ50の、なんか、なんだっけ、名前忘れちゃったけど、ブロッキングも、リフレクトとかもね、まあ、一応分かりづらいところであったとは思うんで、なんかそこら辺をもうちょっとこう、調整すると、なんか分かりやすくなるのかなーなんていう風に思いつつも、まあ、その先駆けの一歩、まあ、これからどうなるかだよな、ちょっと期待したいなという風に思いましたね。まあ、初心者向けということで、まあ、プロトバハムートのバハムートの角っていうのはやっぱね結構足りなくなる、うん、僕もまだもう今一桁ぐらいしかないかな。やっぱ集めようと思わないと集まらないアイテムになってるんで、まあ、バハムートの角がこうやってこう確定で集められるっていうのはいいことだと思うんで、ちょっとはある程度ストックしておいた方が嬉しいこともあるかもしれませんね。という感じで、まあ、今回のアップデートを見ていく動画でした。まあ、結構初心者向けだったんですね。なるほどな。まあ、天使武器のごとつとかも来ますし、僕は座して、待っていきたいなというふうに思います。そんな感じでした。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。